1月5日水曜日の天気をお伝えします。北日本は西高東低の冬型の気圧配置です。天気図で見ていきましょう。東北や北海道を中心に冬型の気圧配置が続きます。等圧線の間隔が混み合うことで雪や風が強まる恐れがあります。また大陸には前線が発生し、夜にかけて低気圧も発生しますので、九州の地域は夜の時間帯は雨が強くなる可能性が出ております。詳しく見ていきましょう。8時から見ていきます。山陰近畿北部から北陸、北日本では雪の降りやすい天気。西日本の日本海側はだんだんと降り方が落ち着く予想となっているものの、こちら九州の地域ではだんだんと降り出す予想となっております。家を出る際は傘を持つようにしてください。東北や北海道の日本海側では1日を通して雪が降りやすくなりそうです。積雪の増加や吹雪による視界不良にお気をつけください。続いて気温の予想です。6時から見ていきます。東日本や東北や北海道の内陸を中心に冷え込みが増しそうです。朝晩と1日の気温の変化も大きくなりそうです。体調を崩さないよう気をつけください。詳しいアプリウェザーニュースを使って明日のお天気も見ることができます。今日明日のお天気ぜひアプリからもご覧ください。